extra name. これから空き台の中から探して打たないといけないのがまた前回とはちょっと違うところなんですよ。そうですね。投資1万円ですよ。ビッグボーナス。おお、連チャンしますね。1126枚。1回突破でゼロガラッシュになります。あー、いったー。ちょっとそれ期待してました。ゼロカラッシュの前におねだりアタック、ここが大事。3桁いこう。3桁。3桁いけば勝ちだ。狙ってみる。頼む。ぬー、もう一丁。あー、嬉しいやつ来た。30。狙ってみる。赤い。200。これで30の線。あ、20か、すいません、20だ。そうだ、おねだりアタック中はこれで70でしょ。これでもう100は超えてくるんじゃないかな。80。よしよしよし、100いきます。No、見ててくださいね。チャンス。29ゲーム、okay、139ゲーム。十分じゃないですか。17本ちょっと計算しておきましょうか。投資が782枚です。782枚、純増8枚ですから軽く1000枚超えていきますね。よし、ではいきます。やっぱ短時間勝負でリベロに座って一発目通すと、もうその瞬間に勝ったと、すごく気分がいい、気持ちが良くなりますね。よかったで、さっき平山さん来られて1000枚ぐらい持ちメダルがあると、500枚ぐらい使って、だからプラスが500枚ちょっとあるのかなって考えたら、僕が1200-1300枚出さないといけない。結構頑張ったよ、ビッグ4回は。これがでもね、ディスクアップってすぐなくなるんですよ、メダルバーって出てもさーってなくなっちゃう。まあ、ドド台もそうなんですけど、6号機だと結構マイルドじゃないですか、なくなり方が。結構ガーンってなくなりますからね、一気に。まあでも大負けはないかな、もうこんだけ1000枚出てるから。さすがに時間的にもね。当たったな、これは。早かったかな。あ、大丈夫。おなな、またビッグだーい。まあまあ上手くない私。まあまあ上手いね。あ。いらず。279枚。ま
あ、ちょっと連チャンせずでしたけど増えました。ちょっと残り42ゲームですね。あっという間に少なくなってきました。そしてここも発展なし。そんなに発展せんかね。くれ来ない。残りが少なくなっていく。今度はあー来ないか。カットインはよう来よるけどな。とりあえず1000枚は超えました。あーパネルはまた弱い。全部弱いな。結局126ゲーム今消化してますけど発展もゼロです。ここまでここも発展しない。発展ぐらいはしますけどね。乗らない時でも発展すらしてくれない AT とは残念だ。ラスト6ゲーム最後にボーナス1回消化させてほしい。お願いだー。はい、よしやった。危な、残りわずかで2回ボーナス。あとはこの消化中に7ぞろいあれば枚数的にもかなり伸びますけどね。ボーナス中の上乗せはありませんでした。さあもう残りわずかですね。あと4ゲーム。ラスト2ゲームです。これでラスト。はい、まあ結局ボーナス1回は引けましたけど消化中は1回も上乗ってできず1332枚ということで、まあ、500枚以上のプラスはできましたというところですね。終了。はい、さあもうここは一発狙いだったので、まあ、結果はプラスだったんで良かったと思います。さあここからどうしましょうかね。あと40分ぐらいか。移動します。2機種目に。もうなんか最初の当たりも見たら今431ゲーム何ゲームから増した。100ちょいか300ちょい。あ、今行きました。もうダメだったんですけど、あの変動が2回鳴るなんてダッチダブルダブルダッチみたいなやつ 80% ぐらいあるんですけどダメでしたねえ、だから300ぐらいしか頭もはまってないし順調に当たって、これで負けたらもうしょうがないなぐらいのレベルです。もう6号機でね完走されちゃったらもう本当にどうしようもないんで私は。あれあれ早くないですか。随分早い早いお帰りです。当たっては、ね、2000枚出たスピードじゃないですよね。ゴージャグだったらまあ高設定じゃなくてもなんとかなるかも。これいってみますか。ビッグ4レギュラー4の合成97分の1。すごく当たりが軽いんでちょっとこれに移動します。持ちメダル持ってきます。でもこの残りの時間で立ち回るって結構しんどいですよね。いや2時間でパチスロ打てって言われたら本当もうノーマルしか打てん。私は玉砕覚悟でシーサさんは打っているわけじゃないですか。私はあわよくばプラスになって負ける時も小さく視聴者さんにもプレゼントあげれたらいいなみたいな感じで立ち回っちゃってるんで、ちょっと2人の立ち回りに差が出てるわけなんですけど、
おお、これはいい出目じゃないですか。あ、ついにレギュラー、まあいいいい、189ゲームレギュラーボーナスです。はい、残り少なくなりましたので、残り時間55ジャぐらいいきます。結構今回もいい勝負かもね。え、まあビッグ4レギュラー4とかなりいい合成確率の台が空いてましたので、どうなるかいきます。持ちメダルで、まあ極端にメダルを減らすこともないと思うし、うまくビッグが先行してくれればプラスが伸びる可能性も十分あるので、まあ残り時間ローリスクで戦うにはかなり適した機種かなと思います。もちろん30分当たりなしだとやばいですけどね。さすがにそれはなかろう。え、めっちゃ出てるじゃん。まさかのめっちゃ出てるんですけど。あ、じゃあリゼロで出たってことなのかな。やばいやばいけどどうしようもないどうしようもないぞこれは。まあでもちょっともうディスク打ち切ろう。しょうがない、あれで負けたら。これめっちゃレアいやつ、めっちゃレアいやつですよこれ。めちゃめちゃめっちゃ久しぶりみたい今の演出。87ゲームはまらんな今日は。262枚ちょっとなかったことにしてほしい本当黒歴史です、黒歴史。いやでもあのジュワンはねなかなか出ないいい演出。おお、おお、ヒューゴー当たってる。ビタミスってなきゃハイパーだったかもしれん。もうレギュラーであってくれ。お、チェレギュラー設定差ある。いやこれ頑張ったやろ私今日。めっちゃ当てたもん。ねえ、8回も当ててる。いやーこれやばいっすよ。このまま当たりなしだったらマイナスになっちゃいますもん。なんか合成見るとね百何十分の一ぐらいで、履歴を見てもだいたい300ゲーム以内ではこう何度も当たってきてる。それがなんか僕が打つといきなり500だ700だ800だっていう、そういうことが結構あるんですよ。だからなめちゃいかんですねジャグラーを。無音無音だ。やった、はい、387ゲーム楽しい。やっぱジャグラー最高。危ない、当たりなしで終わるかと思った。ただ400枚以上は減らしてると思うんでメダル、この台に来てからはマイナスです。はい、やめます。まあプラスは維持ですな、なんとか。次回になりましたので実戦を使用したいと思います。ちょっとね多分負けてる臭いんですけど、私は頑張ったと思う。こんだけ当てたからね、最後もちょっとバッて増えたし、あ、ちょっとビター今日あんまりうまくいかなかったんですけど、でもいい演出を出せたので満足しております。あとは結果を楽しみに待ちたいと思います。お疲れ様でした。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした、まあ、今回は営業中のお店にお邪魔しての2時間勝負、はい、これまた難しい勝負だったと思いますけど、はい、ディスクアップとリゼロスタートだったんですが、最後までディスクアップ打たれてましたよね。最後まで打ちました。で僕はディス
リベロを初当たり取って、でその後ゴーゴージャグラー行って、交換できました。いや結構出てんなと思って。結構出ました、はい、でも投資が1万7000円かかってるんで、うん、大したプラスじゃないんですけど、じゃあ結果言いますね、はい、投資が782枚の投資で1211枚の交換でしたので、プラス429枚という結果でした。はい、さあどうでした。はい、私ディスクアップを打ち切りまして、はい、ずっと変わらず現状維持でございました。投資が460枚、はい、回収1190枚ということで、はい、収支プラス730枚ございました。 おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱなんだろう、ディスクの時いつも出してるイメージですけど、今日ぼーっとしてて全然目押しできなかったんですけど、でもあれ入れちゃえばね、そうなんですよ、ハイパーをね結構4連ぐらいして、あすごいっすね。それで1000枚ぐらい出たんで、最初が良かったんですね。はい、でそれでもその後もハマらず、はい、復帰はしなかったんですけど、うんうん、なんで現状維持でずっと。すごい素晴らしい。はい、というわけで今回はヒラヤマンさんの勝利ということで、ヒラヤマンさんの勝利を予想された方の中から抽選で5名様に天岐阜1000円分プレゼントしたいと思います。はい、はい、でこの、チョイスインデックス、うん、閉店後だったり天休日だったり営業中だったりするんで、はい、ちょっとまだ次どういう状況での実践なのかわからないんですけど、うんうん、おそらくね多分この2時間勝負っていうのが定番になってくると思うので、ちょっとまた次営業中だとしたらもう一回作戦立ててね。いやちょっと難しいですよ。でも今日は結構いい勝負したと思いますよ。前回もプラスで終わって、ね、今回もお互いプラスでしょ。僅差でね。僅差でどっちも。でも短時間で2連続で2人ともプラスってなかなかないじゃないですか。いや珍しいですよ。負け覚悟してやってましたもん。本当でも僕の中では平山さんはいつも勝ってるイメージですね。本当ですか。はあ、はい、というわけで今回平山さんの勝利ということで、応募された方の中から抽選でプレゼントしますので、また次回もですねこういったバトルやっていきますのでよろしくお願いします。それとですね、キコーナチャンネルたくさんのチャンネル登録者、募集してますので、はい、チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。バイバイ。